That way? Yeah, just straight into the beach, mate. I'll show you. Yeah, I'll let you know. You know what the depth is right here? Yeah, you've got over 3 meters. スタートして、約1時間が経過しております、1時間というよりも栄養補給の時に、なんか1時間15分後と言われて、約1時間15分後に今栄養補給を取って、その後です。1時間で本当は取りたかったんですけども、ニールの方から1時間15分後だと言われて、今栄養補給を取り終わったところです。天気は快晴です。遠くにドーバーの街が見えています。そんな感じで、ニックが一生懸命泳いでいますけれども、先ほどちょっと嘔吐しています。1時間経過したあたりで応答しています。どういう風になるか、これから楽しみです。そんなところです。ではでは。ただいまの時間、4時35分、午前4時35分です。今ニックが泳いでいます。フランスに見上げています。フランスの明かりが見えているんですけれども、わかるでしょうかね。今灯台が光ったり消えたり、しているのがわかるでしょうか。画面真ん中辺だと思います。そこにめがけて、ニックが泳いでいます。ニックです。画面ではちょっと見づらいかもしれません。イギリスの方はこのようになっておりまして、イギリスからだいぶ今離れて、来ております。でもスタートしてまだ2時間、経ったところですので、かなり、まだまだだと思われます。そんなところです。ではでは。ただいま見えているのがドーバーの街です。スタートして約3時間が経過しました。空が少し明るくなってきてるんですけれども、画面上でお分かりになりますかね。少し明るくなってきています。で、ニックはまだ、元気で頑張って泳いでいます。時々止まりますけれども、背泳ぎにしてみたり平泳ぎをしてみたり、いろいろ泳ぎ方を変えて、泳いでおります。だいぶ明るくなるともうちょっとはっきり、ニックの姿が見えるかと思いますけれども、まだまだ現在、暗い状態。もう少し明るくなるのを待ちください。今の時間約4時、過ぎまして、まもなく5時になるところです。ではでは。肉が今泳いでいます。スタートして、約6時間5時間が経過いたしました。4時間目の時に撮るのを忘れてしまいまして、ビデオを撮るのを忘れましてごめんなさい。オートにしなくちゃいけない。失礼しました。それで、肉が今泳いでるんですけれども、なんかどうもあまり、調子の良くないというか冷たいようなことを言っておりました。ニック泳いでおります。今日は他に、船が、
全部で7隻から8つの8隻の船が出てるそうです。で、後ろの方に全部います。こちらの船が一番、トップだそうです。一番、トップだそうです。こっちの方に見えてるんですけども、分かりますでしょうかね。ちょっと船が揺れるので、真ん中あたりにあるボートが、そうです。ボートが、そうです。肉、一生懸命揺れております。さあ、まもなく、6時間目になります。ハーフポイントまで行けるでしょうか。そんなこんなです。また後でお会いしましょう。ではでは。7時間が経過しまして、ミックだいぶ疲れておりますけれども、頑張って泳いでおります。フランスが、こちらに見えています。こちらがフランスサイドです。フランス。で、こちらがイングランド、イギリスです。イングランド。今ハーフポイントをもう通り越しまして、ニックは頑張って泳いでおります。水温が18度に上がりました。気温は約16度です。その中でニックは泳いでいます。もうハーフポイントを過ぎたので、もうちょっと頑張ってほしいです。そういうことで、ではでは。ニックが泳いでいます。今8時間経過したところです。半分は通り越しています。もうすでに、半分は通り越していますけれども、ニックが今ちょっと遠くの方を泳いでいます。フランスの方はもうこのように見えておりまして、ちょっとピンボケかな、見えております。ちょっと逆光なので、島影というか影しかわからないんですが、フランスです。で、イギリスの方はと言いますと日向になりますから、こちらの方ははっきりとこのようにホワイトクリフが見えるわけです。しかしもう完全に、フランス側に近い部分に来ております。ニック、今こちらの方に呼んだんですけども、こっちに間もなく来ると思います。ではそういうことで、ではでは。ニックが泳いでいます。現在スタートして9時間が経過したところです。9時間が経過して、大きな船たちが行き来をしています。そして、向こうの方に見える小さな船、わかりますかね。青いのとその後ろに、ポツンと見えているんですけれども、なかなかちょっと画像からは判断しにくい。フランスがこちらの方に見えてきてまして、こちらがフランスで、イギリスは、こちらの方になっています。で、今距離で言いますと3分の2ほどフランスの方にやってきました。残りあと3分の1です。そんなところです。ではでは。Very nice. change. Oh, nail then. Near. Pilot, near. Captain. James, observer. And... Oh! Nice. And crew.
through, yeah. I'm not kissing in. Yes. Good. All right. So after dinner, then. And Daddy.以上のスタッフです。これがニック、スイマーニックです。一生懸命泳いでいます。こんなメンバーで、今回は泳いでいます。ではまた後でお会いしましょう。ではでは。ニック頑張って泳いでおります。今10時間が経過したところです。10時間経過です。フランスまでのは目の前なんですが、この目の前のフランスに着くわけではなく、これから今からずっと流されていきまして、向こうのあの船の向こうまで流されていく予定です。かなり流されます。ニックはまあフランスに向かってまっすぐ泳いでるわけですが、潮がどん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 、左の方に流されていきますので、この真正面のフランスには到着せず、こちらの方、ずっとこちらの方に流されていくことになります。そして、イギリスの方はと言いますと、このように、見えているんですけども、後続のチャンネルスイマーの船もボートも見えています。見えてるのは一杯だけかな。ああ、まだあるな。あっちにも見えています。そんな感じです。ではでは。スタートして11時間が経とうとしています。あ、11時間もう過ぎました。先ほどの解説で、ミスがあります。先ほどあの灯台を見て、あの灯、どこの灯台かというとあれ、どれだ、あ、この灯台ですね。この真ん中に見えている灯台、これを見て左の方に流れると解説したんですが、これはグリネ岬の灯台です。つまりこれがグリネ岬で、ずっと左、から右の方に流されてきまして、どんどん流されて、これからおそらくこの、あれ見えなくなっちゃった、この灯台の向こうに流されていくものと思われます。肉が相当離れてしまいまして、今呼んでるんですけれども、なかなかこちらに、来ません。どうも左に曲がっていく癖があるような気がします。あと おそらく GPS では約3時間で到着すると出ています。GPS の予測ですとあと3時間です。果たしてどうなるか。イギリスの方はこんな感じで、見えているんですけれども、フランスの方はもう目の前です。フランスは目の前です。現在の時間、12時50分イギリス時間で12時50分です。そんなところです。ではでは。肉を泳いでいます。フランスまで、今最短距離で4キロ 2.5 マイル、約 2.6 マイル近く、
2.6 マイルはないんですが、2.5 マイル、5.1 と約 2.5、約4キロの距離です。ミック頑張って泳いでますが、時々止まります。他のスイマーも普通にいるんですけども、他のスイマーも頑張っているようです。ミックもあと少し、力を抜かずに頑張ってほしいものです。それではまたお会いしましょう。ではでは。ニック、今13時間を経過しました。フランスがもう目の前なんですけど、最後の難所です。いつも誰もこの辺に来てこの難所で苦しめられます。ニックも同じです。フランスを目の前にしてなかなか潮が速くて進めません。しかし今潮が変わりを出したので、そろそろ進めるんじゃないかと思います。13時間経過しました。フランスはこの通り目の前です。もう家や何かも全部見えています。風がだいぶ強くなっています。風が強くなっています。ぐる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 回ってます。ニックは一生懸命泳いでいます。そんなところです。ではでは。14時間が経過してフランスがもう目の前です。ニック一生懸命泳いでおります。はい、ニック、もう栄養補給はしなくても来そうです。あと30分もあれば到着できるんじゃないかと思われます。まだ 1000m 以上あるかな。そんな感じでフランスがよく揺れるなこの船。風が強いです。風がぐる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 回ってます。フランス目の前です。イギリスはっていうと、もう見えなくなっています。今は見えません。これがグリネ岬、グリネ岬の右側に、間もなく到着できそうです。そんな感じです。ではでは。Good. Right. 間もなくニックが到着しそうです。